栗山久子より事業の概要をご紹介させていただきます。皆さんおはようございます。今日はこの記者会見にお集まりいただきましてありがとうございます。9月9日の発足記者会見、9月17日に行われました設立シンポジウムは多くのメディアに報道されました。おかげさまで当初計画していました2000万円2ヶ月で達成することができました。皆様には心よりお礼を申し上げます。今日は9月に、予告しておりました療養費の給付に関して詳しい要項が決まりましたので報告させていただきます。お手元にお配りした要項も合わせてご覧ください。3.11 甲状腺がん子ども基金は12月1日より甲状腺がんと診断された子どもを支援する手のひらサポート事業をスタートします。対象になる地域ですけれども、ここにありますように、岩手、山形、宮城、福島、新潟、栃木、茨城、群馬、長野、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、静岡県にお住まいで、原発事故以降ですね、甲状腺がんと診断された人、25歳以下の人たちに一律10万円を給付いたします。対象には、がんの疑いと診断されて、これから手術を受けるという方も含まれています。また甲状腺を全摘した方、あるいは再発とか転移などによってアブレーション治療、アイソトープ治療を必要とされている方には、追加で10万円を給付いたします。でこれは、ほんの一時的な支援かもしれません。広島、長崎の被爆者がいまだに原爆の認定を求めて裁判を起こしているということからも分かりますように、被爆の影響は時間が経てば治る、消えるというものではないです。ですから、これは本来、この事故を起こした責任を問われる政府がやるべき仕事なんですけれども。政府を動かすまで、政府がそういう気持ちになるまで、私たちがこのサポートを続け、政府を動かしていきたいと思います。で、資料請求は、ホームページをご覧いただくか、無料の通話、0120996です。996です。違います。966。966。ここに書いてすいません、間違えます。0120966-544です。で、お電話いただくか、あるいはそのホームページをご覧ください。で、一人でも多くの方からサポートのお申し込みをいただければと思いますので、皆さんよろしく大きく報じていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、この手のひらサポートの概要を説明させていただきましたので、支援の根拠について理事の吉田より説明をさせていただきます。はい、吉田です。よろしくお願いいたします。お手元の配布資料の、もちろん要項のところにも、書いてあるのですが、支援法、目的でですね、第13条3項に掲げられた医療支援について、先ほど崎山からご説明ありましたように、いまだに政府の包括的な支援策が講じられていないんですけれども、私どもはこの原発事故子ども被災者支援法の理念に沿ってですね、この事業を行っていきたいと思っております。特にですね、この健康被害を未然に防止する観点から、健康管理万全を期することを含め、子ども及び妊婦に対して特別の配慮がなされなければならないということが、この被災者支援法の基本理念でもあります、第2条5項にも書いてあります。さらにですね、第13条の3項ですけれども、子ども及び妊婦が医療、この場合、この原子力事故に関わる放射線による被ばくに起因しない負傷または疾病による医療を除いたもの、つまり、原子力事故と関係ないということが明らかではないものについてはですね、すべて国は負担する費用について、その減免などの施策を提供しなければならないというふうになっております。ところが、実際にはそのようにはなっていないというのが現状であります。そのために、私たち、先ほどご説明しましたように、非常に部分的でありますけれども、少しでも民間でできることをまずサポートしていこうというふうに考えております。それから、よくですね、チェルノブイリ事故との比較、被ばく量の比較というのが言われるわけですけれども、私自身は25年ほどチェルノブイリの子どもたちの健康被害の調査を行ってまいりました。そこでですね、お手元の配布資料の4ページにも少し資料が載っております。3ページは要素が流れた地図ですね、3種類ほどありますけれども、例えば、4ページのウクライナの小児がんの症例数です。86年から97年までの中で、345例を見たときに、50ミリグレー未満がですね、約4割、10ミリグレー未満もですね、16% というふうに、低くてもそれなりにがんが出てくると。非常にチェルノブイリでは高い被ばく量の子どもがいましたので、平均すると全体が高いというふうに思われているんですけども、そうではない低い被ばく量の人たちからもがんは発症しているということがあります。また外部被ばくなどについてもですね、新しい研究が出されているということがあります。現在ちょっと3ページの地図に戻りますと、いろいろな形で要素の再構築ということがですね、いくつかの機関で日本でも行われております。最初はスピーディーのから逆算してのですね、福島県内にとどまるような形の地図が出ていましたけれども、今ではもっと幅広い地図も出されておりますので、そういった意味でこの今回の幅広いですね、支援対象、私たちにとっての支援を対象とする地域はこのような広い形になっております。それが一応、根拠とする私どもの考え方となります。はい、お願いします。それでは申請について理事の回答より、副代表理事の回答より説明させていただきます。はい、回答でございます。今回の給付にあたってですね、申請をいただいて、その後被爆者の認定のような、そういう認定手続きのようなものは、行う予定はありません。今回の原発事故では、政府はその住民の方々の被爆線量について、きちんとした調査をしてきませんでした。したがって、個々人の方がですね、どれだけの被爆をしたかということをですね、正確に知ることは非常に難しくなっているというふうに思います。今回のサポート事業では、1人でも多くの方にお申し込みがいただけるように、申請の様式なども極めてシンプルな形にしています。甲状腺がんになったという事実は証明していただく必要があるんですが、それ以上のことは基本、そしてそれとその当時、どこに住んでいて、どういう行動をされたかですね、その部分だけを見させていただこうと思っております。で、その審査も弁護士や医師など、外部委員も含めたチームで当たりますけれども、要綱の対象に含まれている方については、原則支給対象とすると、いわゆるそこで審査のような作業はしないということを考えております。で、給付の金額ですけれども、金額は今回一律一応10万円ということになっております。福島県内ではサポート事業などが実施されていますけれども、医療費以外にも通院費をはじめ、子育て世代には大変出費が多いというふうにも聞いております。こうしたさまざまな支出、費用に充てていただければというふうに思っております。それから今回の募集は第1期ということで、第1期は来年の3月31日まで受け付けたいと思っておるんですけれども、その後また第2期でですね、支援を継続していきたいというふうに思っております。で、手続き的には毎月1回ですね、この基金で申請書類を確認して、給付の決定をして給付していくと、そういう月1回ずつ決定していくというようなやり方を考えております。最後に、私のこの基金に寄せる思いを少し説明させていただきたいと思うんですけれども、この基金の一番重要なポリシーというかですね、それは科学的な因果関係を問わずに、子どもさんで甲状腺にかかった方は、あまねく支援するというポリシーに基づいていると思います。このことは先ほど、崎山、理事長からも、そして、吉田理事からも説明しましたが、2012年に制定された子ども被災者支援法の考え方だというふうに思います。私は実はこの子ども被災者支援法が制定された時点で、日弁連の事務総長という仕事をしておりました。そして日弁連としてこういう法律を作るべきだという意見書を出して、国会議員の先生方にもロビー活動をしたという経緯がございます。その結果として、この法律というのはたくさんの市民に支えられてできて、その効果が期待されたんですけれども、その後の政府の施策によって、ほとんど顧みられることがなくて、この考え方自身は、法律の中には書かれているけれども、実現しないという形になってしまっているというふうに認識せざるを得ません。科学的な因果関係を問わずに支援していくというですね、そういうことを国がやらないのであれば、まずは民間でお金を集めて、実現していこうではないか、そういう趣旨でこの基金が始まったのだというふうに思います。副理事長としてですね、副代表理事ですかねこの基金が成功するように、崎山理事長を支えて頑張りたいと思っております。記者会見からもう2ヶ月過ぎました。ここでですね、この基金の反響についてを理事の河合から発表させていただきます。メディアの皆さんのおかげで、この基金のことはかなり広範囲に知られるようになりまして、おかげさまで2ヶ月で2000万円強のお金を集めることができました。約480件の送金です。480件です。全国30都道府県にまたがっております。で、ただお金を送るだけじゃなくてですね、それに手紙が添えられていたり、いろいろな支援の声が書かれていたりしているのですが、一例を申し上げると、この基金が大きく広がり、被爆により病を背負った子どもさんたちに救いとなることを祈っていますというような、そういう言葉も添えてですね、全国から支援の手が差し伸べられているということで、国民の皆さんのこの問題に対する強い関心と強い共感といいますか、同情の気持ちがこれに表れていると思います。これからも2000万円集まったわけですけど、まだまだこれでは足りないと思うので、引き続き日本全国民のですね、温かいご支援をお願いしたいと思っております。それではここで、質疑応答に移りたいと思います。質問の際には媒体名と、お名前、そして誰に質問かということで、お話をいただきたいと思います。ご質問ある方、挙手をお願いいたします。はい、どうぞお願いします。事務的な質問で恐縮ですが、この0120の無料電話は、今日からとか、もう即生きてるわけです。で、問い合わせも含めて自分は該当するだろうかとか、そういう質問もいいんですか。はい、ツアー料無料のダイヤルは29日から、はい、一応12月受付としておりますが、29日の朝から、はい、明日ですね、はい、明日ですね、明日です、はいはい、それで一応専用ダイヤルという形で申請のダイヤルとはしておりますけれども、申請について、もしくは甲状腺がんにまだ、なって手術は受けてないかどうでしょうかとか、そういった質問にもお受けする予定でございます。それすると、河合先生の説明で大体480件もあったから、もう多様な人が送付してくださったとは思うんですけども、個人だけじゃなくて結構こう多額に企業なんかもはい、名前はちょっと言っていいかどうかわかんないのであれですが、大変企業からもですね、多く寄せられています。ただ企業といってもですね、いわゆる超一流ビッグビジネスはくれなくてですね、オーナー社長で頑張って、経済的に成功したっていうような人が多いですね。中小企業、オーナー企業の方はこういう問題について大変理解が深い。企業個人半々ぐらいですか。半々ぐらいですか、企業と個人は。そうですね、半額ぐらいですね。はい。半々ぐらい。被災地の熊本とかですね、被災地からも逆にたくさん支援をいただいたので、またそのお返しにというようなことでいただいておりましたり、福島県内からもご支援をいただいております。他にございますでしょうか。はい、お願いします。労働福祉におります。対象地域なんですけど、これはお酒ですけども、発散状況という地域のもとに作成したとか、どういう形で地域ですか。そうですね。これを説明します。もともとはこれですよね。群馬大学の早川さんが書かれた汚染の地図がありますよね。これを大体参考にしてさせていただいています。あと日本原子力研究開発機構のですね、東日本における要素の拡散の地図もほぼ今回の我々のものと重なっていると思いますので、まあ、そういう形でこれとこれ両方見比べていただくと似てるなっていう。これはスピーディーですよね。こっちです。そうですね。はい、左下のスピーディーはこちらです。はい、これまあ甲状腺がんは要素がかなり深く関連していると思うので。もちろんセシウムとも関連があるかもしれませんけれども、念のためですけどね、今の質問に関連して、じゃあこれあくまで都道府県の指定って原則ですよね。例えば青森だってちょっとかかってるわけですし、青森の一部もかかってるし、秋田に住んだことのある人がですね、秋田の人が私の子供の甲状腺がんになったんだけどもって言ったら、もちろん審査の対象になるけどですね、あくまで原則としてという。はい、その通りです。はい、どうぞ。対象者なんですけど、2011年の原発以降に14件に来たりとか住んでいたことってありますけど、例えば沖縄とかに住んでて最近来ましたよっていうそういうのはやらない。以降というかよくわかんないのでもう一回説明します。具体的にですね、そういうケースがもし起こった時に、どう判断するかまだ決めてないんですけれども、まあ、少なくとも、この地域にずっとお住まいだった、方々は含まれますし、事故の直後ぐらいからずっと住んでおられた方も含まれると思うんですけれども。最近になってこの地域に来て、そして甲状腺になったような方からの申し出があった時には、それはちょっと検討せざるを得ないかもしれませんけれども、基本的な考え方としてはできるだけ広く我々としては支援の対象にしていきたいということなんですけれども、この事故と、関係がないというふうに思われるケースにまで支援するということは考えていないので、そこは科学的因果関係までは求めないけれども、因果関係が否定されるようなケースについて支援することはないというふうに、ご説明すればよろしいでしょうか。よろしいですか。ベーシックな質問で申し訳ないんですけど、海外の人に分かりやすくするために、いろいろなこのお金が必要だっていうところですね。オバマケアよりもいいヘルスインシュランスが日本にはあるっていうふうに聞いてるので、そういうそのお金が必要なところがどういうところなのかってことを説明してください。あとは因果関係のところですけれども、ちょっとその政治的なところ、法律的なところがよく分からなかったんですけれどもね、待ってられないって意味は、一般ピープルには分かると思うんですけれども、それでも彼の質問にはやっぱり因果関係があるんですけど、そこのところをお金がかかるっていうのは、もちろん保険の、日本に保険の制度ありますけれども、今福島県の方々は18歳まで医療費が無料で、さらに甲状腺がんにかかった方はサポート事業というものがあります。18歳以降でも、ところがもちろんこれは福島県だけに限られたものですし、サポート事業そのものもあくまでも医療費ということに限られています。しかし患者さんは必ずしも病院に近いわけではありませんし、遠くからそこに通わなければならないとか、あと保護者の方たちも仕事を休まなければならないと、そういった経済的な負担というのがですね、どうしてもこのがんになった人たち、そしてその家族にかかっているという状況があります。ですからそういった部分を少しでもカバーできるようにというふうに、私たちのこの基金はですね、どのような形でお使いになっても構わないということで、医療費に限るものではないという意味です。そこで。いや、建て替えはないんです。福島の中は、あと因果関係の関係に関してはですね、我々因果関係を求めているわけではないというのは、それは確固たる原則なんですね。しかしこの事故と関係がないだろうということが、ほぼ明らかなケース、疑わしいものは救済する、疑わしいものは救済する、しかし関係ない人については、これは 3.11 甲状腺がん子ども基金ですから、そういう、名称からしてはっきりしている、関係がないことがはっきりしている人から、もし仮に申請があったとした場合にはお断りする場合もありえます。はい、先生がおっしゃった因果関係をのところが、因果関係がないっていう人もいっぱいいるわけですよね。そこのところをちょっと言ってほしいんですけれども、結局はだから因果関係が証明されるのは、永遠にないかもしれないわけですよね。みんながんは同じ顔して、はい、そういうところをちょっと、はい、どういう危機なのか言ってください。基本的にですね、放射線によって発症したがんであるということを科学的に証明するということは極めて困難というか、ほとんどのケースの場合難しいと思います。しかし、被爆した人について、一定の率でがんの発症率が高くなる、疫学的に科学的に証明されるというケースはかなりあるわけですね。で、そして、そういうケースの場合に科学的な因果関係を問うことなく幅広く支援しましょうということで、できた法律が子ども被災者支援法だったと。しかしその法律に基づいて、本来であれば今僕たちがやろうとしているようなこういう施策というのは本来国がやるべきものだったと我々は確信してるんですね。しかしそれが現実に実施されていないので、とにかく国の政策を変えてほしいし、それを手をこまねいているだけではなくて、それまでの期間に、民間でお金を集めて、そういう人たちに手を差し伸べたいと、それが手のひらサポートということになります。に福島原発事故起源ではないということがはっきりと分かる人については支給しない。それ以外の人は全部支給する。要するに因果関係が明確に指定されない限り全部支給する。それが我々の基準です。それでも分かります。はっきりとこれは絶対違う。例えばどこどこ病院のレントゲン検査で過剰被曝したんだ、それが原因だって分かるようにやめてもらう。だけどそれ以外の要件に当たる人は要するに全員支給するということ。それからさっきの費用についてですけど、治療費はですね、一旦は立て替えて患者が払わなきゃいけないわけです。患者が。で、その後から、その証明書を持って、県が給付するって、その間のタイムラグがあります。で、これは非常に低所得の人たちにとっては大変な負担です。そういう負担もありますし、それから例えば、東京に来てる大学生がですね、県立医大まで新幹線に乗って、帰ってきて治療する、これ何万もかかります。それからアルバイトを休まなきゃいけません。そうするとその間の収入が減ります。そうするとその人の生活が苦しくなります。そういうものも全部含めて支援するということです。ですから私たちはお金の人については一切指定しませんし、普通の生活費にも使ってくださってもいい。当然そういう被害を受けている人たちの生活はその分大変苦しくなっているわけですから、それを支援すると。治療費も、直接的な治療費も含めてですね。それからあと福島県民でないとサポート事業を受けられないので、それが受けられない人についてもは直接的に治療費に役に立つということになります。それでいいですか。すいません、NHK の土屋と申します。今のことともちょっと関係するんですけれども、対象地域の中に、この中では入っていない、例えば秋田県の南部であったり、あるいは愛知県の東部であったり、いただいた資料の中でいうと1000ベクレル以上対象になっているようなエリアもあるんですが、そういうところの方が甲状腺がんになって申請をされてきた時には救済対象になるのか、逆に例えばその長野県の西部とかこれで見ると真っ白なエリアで、申請されてきた場合にはねられることはあるのかと、その辺基本的には因果関係が否定できなければ対象だといった場合、じゃあこの対象になっている県じゃないところの方がおそらくそうじゃないかと疑われて申請されてきた時にどういう扱いになるんだろうかということが一つで、それと合わせてなんですが、現時点で対象になるお子さんというか25歳以下の方ってどれぐらいの人数を想定していらっしゃるのか、教えていただけるでしょうか。これは福島県民健康調査で百数十人確定している方がいるので、それプラスどれぐらいいるのかということになるかと思うんですが、今想定されている、今後ではなく現時点での数があれば教えてください。今言われましたように、福島ではすでに170人以上の方で、さらに宮城県や茨城県で数名の方が甲状腺がんと診断されております。今ですね、この事業始まるところですので、どのぐらいの方が実際そのような状況に至っているのかというのを推測するのはですね、非常に難しいです。やっぱりなかなか声を出せない、福島の中でも声を出せない方が多いように、他の県ではですね、なかなかそういったことが上がってこないですね。今までもほとんどわからないというような状況ですので、私たちとしても推測はできませんけれども、当初の私たちの目標としては、とりあえず200名ぐらいを第1期ですね、目標に、そしておいくらぐらい支給できるかというようなことで、この基金の目標額を立てました。で、これ以降もですね、ずっとこれだけ範囲が広いわけですので、今後も患者さんが出てくるということはあると思いますので、もちろんその意味でどんどん寄付をもずっと募っていきたいと思います。ですから今の段階でどのくらいを考えているのかというのは、非常に難しい質問でちょっとお答えできないです、はっきりは。今の通りなんですけれども、むしろですね、どの程度の方々が、隠れた被害この甲状腺がんとして存在しの患者さんとして存在しているかということをですね、明らかにしていきたいという気持ちもあるんですね。でそして、本来であればその各地域でどれくらいの小児甲状腺がんが発症しているかを調査して発表することも国の責務だと思うんですけれども、そういう申請をして来られる方がいるという事実があればですね、そういう調査をきちっとするべきだという世論にもつなげられるんじゃないかと思ってるんです。そういう意味ではぜひですね福島だけではなくてこの周辺のかなり広い東日本の範囲内での方々からの申請というものを強く期待しているということがあります。エリアの方についてのちょっとテクニカルでしたけれども、その秋田のですね、確かに南部とかですね、そういうところもはっきりこれは可能性はあると思いますので、そういう申請があったときにはその個別ケースに応じてきちんと審査したいと思っております。日本消費経済新聞の神林と申します。12月から3月までということで、初めの第1期が4ヶ月あるんですけれども、申請された方は順次認定しないということなので、順次この、サポートをしていくのかということが1点と、あと例えば一度申請したんだけれどもなんか状況が変わった場合に同じ人が例えば疑いだったんだけれども実際にこういうことがあったとか、なんかそういう場合は同じ人がもう一度申請をしたりすることができるのかどうかというあたりを。そうです。例えば、当初がんと診断されたという段階で、申請されて、その方がですね再発して、例えば今後アイソトープ治療が必要になるというような形の場合には追加の支給ということはありえますけれども、私たちの場合は確定診断ではなくて診断された段階でも申請することができますので、基本的には1回ですけれども、そういうふうに再発や転移等々での次の治療が必要になった場合ですね、その場合は別途考えています。もうすでに今の段階の方には10万円を追加するのと同じような形の考え方ということです。順次と言いますか、毎月ですね、月末締め切って次の月末に支給するということですので、そういう形で、月ごとに審査をしていくということです。すみません。ちょっと医療の基礎的知識に欠けるので、崎山先生か吉田さんにお答えいただければと思うんですけど、アブレーションとかアイソトープは、この同じように甲状腺がんの疑いと甲状腺がんと認定されても重篤というふうに表現していいかどうかということが一つと、今この例えば170人ぐらい出てますけど、情報としては何割ぐらいこれしてるんだとかいう情報はお持ちでしょうかと、それもう一つだけ、これ当然このアブレーションもアイソトープも保険対象ですよね、保険医療の対象ですよね。多分高額治療にはなると思うんですけど、だから負担が大きいから特別にさらに追加10万円出してもらえると思うんですが、その辺をちょっとお伺いして、分かればでいいです。アブレーションというのは甲状腺を全摘したり、それから転移した場合にその転移先の甲状腺のがんですね、がんを叩いたり、そういうことのために行うので、非常に大量のI131 を投与するんですよね。でそういう健康にも負担になりますし、そういうことだと思うんです。もちろんその型が摘出とかそういうことに比べればもちろん重篤ですし、多分そういう方は一生甲状腺ホルモン飲まなきゃいけないというようなことになるんじゃないかとは思いますけど、はい、どれぐらい170人どれぐらいいるか分かりませんよね、そう情報は。何件か、全摘が何人か、あるいはそのアブレーションを何人かっていうことは全く県立時代から発表されていないですよね。一部漏れたりしてるのあるんですけど、情報として。ただ全摘全てがアブレーションやってるわけじゃないですよね。順番待ちとかも多分いろいろあるでしょうし、そうですよね。そこは分からないですよね、情報はね。どういう時にアブレーションを適用するかっていうことに関しては私たちは判断できないですし、もちろん主治医の先生が決められることだと思います。他によろしいでしょうか。ご質問はないでしょうか。では最後に一つご紹介させていただきます。12人の絵本作家が描く応援カレンダー2017ということで、2017年のカレンダーを今一線で活躍する絵本作家さんが書いてくださったこの原画に載せたカレンダーを、この売り上げをですね、311甲状腺がん子ども基金にご支援をいただくということに決定いたしました。それで私どもの方でもこれを今皆様に広めまして、ちょうどもうクリスマスになって、そうですね、カレンダーがもうあと1枚になりましたので、ぜひ来年のカレンダーで応援をしていただこうということで、広めております。はい。そうですね。あ、そうですね。はい。でもう一つ、ご案内させてください。はい、実はですね。明日ですね、この甲状腺子ども基金の申請を開始しましたということをですね、告知するために福島民報という新聞があると思うんですが、そこに一面の広告を出すということを予定しております。とても素敵な女の子がこちらを向いているような、そういう、広告なんですけれども、ぜひ皆さんの目に留まりましたら告知していただければと思います。はい、大枚を投じて、寄せられた基金の中から大枚を投じてですね、清水の舞台から飛び降りるつもりで出しましたので、ぜひ皆さん方も関心を持っていただきたいと思います。明日の福島民報の朝刊です。我々お金を集めることも大事なんですけど、それが必要な人に届くことがとても大事だと思っていて、こうやって記者会見開いて皆さんに記事を書いていただくこともとても助けになると思うんですけれども、我々としても一定のお金は広報に使っていいだろうというふうに考えて、そういう広告を出しました。それを見て応募してくださる方が多ければと思っています。今日はお忙しいところありがとうございました。記者の皆さんからですね、この基金の方で患者さんとの情報は何かいただけないかというお問い合わせを常にいただきます。私どももですね、本当にこれから始まって甲状腺がんの患者さんたちとつながっていくわけですけれども、患者さんたちがどうも私たちのその情報の取材によりますと、外に甲状腺がんの、この字も出せない。とにかく報道もされないし、新聞も何も出てこないというような不安の中から、ひっそりとっていうことで情報をすごく求めているという声をちょっと聞きました。ぜひですね、私どもも皆さんに声をかけて、誰でも普通に声を上げられるこの基金にも申し込みができるという、そういう、あと困っている人がいたら伝えられるような雰囲気づくりをしていきたいと思いますので、ぜひこの記者の皆様にもそういった目に触れる、記事、それからニュースにしていただきまして、この311甲状腺がん基金の活動を広めていただけたらと思います。今日は本当にお忙しいところわざわざありがとうございました。こちらの、ちょっと手際で、マイクの方が悪くて大変失礼いたしました。それではぜひ記事、またニュースにしていただきますようよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。